ゃん、早っ。生きてる限り可能性無限大ということを証明していきたいと思います。サーディカーダウタイセナカー、皆さんこんにちは、星にみなみでセナです。はい、今日はですね、水上バスに乗ってカオサンロードの方に行きたいと思います。値段も安い水上バスなので、割と簡易的な船になるのかなと思うんですけど、今日のお昼チェックアウトだったので、次のホテルに向かうために25キロのバックパックを前と後ろで持っているので、だいぶ体だいぶ疲れておりますが、今日は移動の日ということで気合を入れて頑張っていきたいと思います。じゃあね、ちょっと軽くお昼を食べて、バス、水上バス乗っていきたいなと思います。水上バスの様子もお楽しみください。バイバーイ。ご飯食べてる途中か後打ちで行きたいと思います。スープからいただきます。うん、いただきます。むせる。めっちゃ柔らかい。おいしいね、ご飯が。うん、さっき日本人の方に会って、さっき日本人の方に初めて会って、少し雑談させてもらったんですけど、ね、ムエタイ修行で来てる人とノマドワーカーの人で、すごいいい人たちだったよね。なんかここのカオマンガが美味しいよって教えてくれて来てみました。うん、多分肝。ムミのプリプリ、なんかムミのあん肝みたいな感じ、美味しいよ。みんなむせてる。うん、野菜。うん、うん、美味しい。苦手な人でも食べれます。タレさえ強くかけなければ。ホテル移動になるので、今いる場所がここら辺なんですけど、次向かう場所はカオサンロードの本当に近くなので、だいたい 3,40 分ぐらい移動していきたいと思います。ごちそうさまでした。汗がやばい。ごちそうさまでした。頑張ろうね。やばい、カメラが重い。船乗り場はあちらです。かしこまりました。はい、行きましょう。
じゃない？いや、サメじゃない、魚だ。あー、ペットボトルが浮かんでる。おー、すごい。3個目の宿に着きました。じゃじゃーん。ここは1泊1100円のホテルなのかな、ホステルではなさそうなんですけど、だいぶちょっとこう部屋も暗くて窓もなくてこんな感じで、荷物がね結構私たちはあるのでわーっと置いてあって、でここねシャワールームとトイレットプライベートなものがちゃんとあるんですけど、だいぶちょっとね水漏れしちゃってます、ここら辺が。新しい宿に着いてからだいぶねちょっと軽い熱中症気味もあって3時間ほど爆睡しておりました。ちょっと今からホテルの周りをブラブラして夜ご飯食べに行きたいなと思います。すごいね、ここがいよいよカオサンロードです。どうなってるんでしょうか。あ、だいぶ落ち着いてるね。ね、どうだ、トイレ、あ、ターン、よ、ね、ホーム、ね、スプリングロール、春巻きある。乾杯。
たことで言うと、まずタンポポの綿毛がどこ、いろんなとこで飛んでる、うん、どっから飛んでる、なんかホコリかなと思ったらタンポポの綿毛が飛んでるわけ。眉毛についてたもん。え、誰？せな。ねえ、言ってくれる。なんか綿毛すっごい飛んでるんだよね。あと綺麗な人もすごく多いし、ヨーロッパで家族連れの人が多くて、むしろ滞在してるのかなって、こっちに住んでるのかなぐらいだったね。なんか観光客っていうよりは。私たち今回バスと電車と水上バス全部乗ってみたんだけど、あのね、運賃を処理する人が絶対に別でいるよね。運転手は別で、運賃係の人が絶対いて、で運賃係の人もせっかちだし、バスの運転手もせっかちだから早いよね、全部やることが、うん、まあ、むしろせっかちの私からするとありがたいぐらい。あとはやっぱみんなすごく優しくて、あとね、カオサンロードね、めちゃくちゃ、やばい、踊り出した。カオサン通りは警察めっちゃ多かった。やばい、ダンスが始まりました。でもいいね、なんかすごい自由な街でみんな生き生きしてる感じがすごいする。じゃあまた、うん、次の動画でお会いしましょう。 Have a wonderful life! 素敵な人生を送ってね。バイバーイ。また今週か来週か。 See you! バイバーイ。バンコク最古のお寺、ワットポートワットアロイへ。なんと仏像がリラックスタイム中。タイで人気の日本人 YouTuber は一体誰？タイに来て数日、まさかの展開。プロジェクトよどうなる。